こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は48式太極拳詳細動画解説をお送りします。ぜひご覧ください。ワゴンシャーフの説明をいたします。上身バイレンを行った後、目線を左手の方向に向き、右の膝を残し、右の足先を垂らし、そして右の足を正北西方向につきます。体重は前足に移動しながら、両方の手を右方向に動かし、両握り拳に変えていきましょう。左肩を修正しながら、腰ゴムになり、斜め左方向を見ます。上半身バイレンから右の足を正北西方向につき、手を右方向に動かしていきます。両握り拳に変えて、左かかとを修正しながら、腰ゴム部分になりつつ、斜め左方向に握り拳を打ち出していきます。上半身バイレンからワンオンシャーク、右の足を膝を上げて、右の足先を垂らした後、右足を斜め方向につきます。左かかとを修正しながら、斜め左方向に握り拳を打ち出しましょう。上身バイレンからワンゴンシャーク、右の足を正北西方向につき、手のひらを握り拳に変えたら、左かかとを修正しながら、斜め左方向に握り拳を打ち出します。ワゴンシャーフの説明をいたします。上半身バイレンを行った後、目線を左手の方向に向き、右の膝を残し、右の足先を垂らし、そして右の足を正北西方向につきます。体重は前足に移動しながら、両方の手を右方向に動かし、両握り拳に変えていきましょう。左肩を修正しながら、腰ゴム部分になり、斜め左方向を見ます。上半身バイレンから右の足を正北西方向につき、手を右方向に動かしていきます。両握り拳に変えて、左かかとを修正しながら、腰ゴム部分になりつつ、斜め左方向に握り拳を打ち出していきます。上半身バイレンからワンオンシャーク、右の足を膝を上げて、右の足先を垂らした後、右足を斜め方向につきます。左かかとを修正しながら、斜め左方向に握り拳を打ち出しましょう。上半身バイレンからワンオンシャーク、右の足を正北西方向につき、手のひらを握り拳に変えたら、左かかとを修正しながら、斜め左方向に握り拳を打ち出します。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また私の著書 DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。